ガルーバーガルおーっとーでも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 これでいけんじゃん。やばくない？初手プログラマードは揃います。いいね、使いやすい、すっごい使いやすい。どう？これね、目が3つ、足が1本、これなんだ。目が3つ、足が1本。あ、信号機だ。信号機だ。次のパスワードハートの中に入る文字です。おっと、漢字の問題を忘れてしまいました。おい、てめえ何やってやがる。にしても本当思いません、かっこいいなって。この問題はオフィシャルセンターらしいわ。あだね、これなんかどっかで聞いたことあるわね。おお、押せ、あぶれ、押せ、パチスロの、パチスロのあれだね。どうだろうね。かっこよすぎてダメ。扉解除プログラム起動。これで扉が解除されたはずだよ。お前ら先に行かすわけにはいかん。ここへ来てやるのだ。このところでグズグズしている暇ないってのに。ちょっと待った、俺たちが浮いてた。ロックマン、ここは俺たちに任せろ。君は力を蓄えておくんだ。大丈夫か。さっきの戦いでかなり語っているんじゃないの。お前らも人のこと言えんだろ。それにしてもこの度強いぜ。多分まともにやっちゃ勝てないでしょうね。勝つための方法は一つかな。さあどうしてないようだ。魔導コンピューターのために死ねるなら、本も、でっかく弾けようぜ。フルパワーモード、あっそう。パワーモードって、マスクあなただし、パワーオーバーロースして自爆する気か。世話になってな、親父。あと6番に託したわよ。あらよ。こいつら、かっこいい死に方すんじゃねえか。任せな。あとは俺がやってやるよ。謎解き楽しいよね、こういうちょっと問題。ブルース今回の事件はエンザンとこのブルースが解決する。エンザン、マスター直接マザーコンピューターを狙っていくとはな。この事件はオフィシャルネットバトラーに任せてもらおう。何言ってんだ、そんなこと言ってる場合じゃないだろ。ブルース、追っかけるか。ケツ君、僕たちも行こう。おう。だって、強はブルース君に、任せるのも、あれだしな。プログラム B です。お先にあるパスワードを教えていきましょう。ウリスダバンです。です。お先にあるパスワードを教えていきましょう。裏手5オッキーです。恥が来る。はい、プログラム A はプログラム B より正直者です。プログラム B はプログラム C より正直者です。プログラム D はプログラム A よりも正直者です。プログラム D どこにおった？ P か。恥がれたき、恥がれたきね、恥かれたき、恥かれたき、来ないで。はじかれ、はじがれだけ、はじがれだけ。メモしねえと、忘れちまうよ。はじがれだけ、はじがれだけ。芸人となるとこ、はじがれだけ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 。
はじかえた。OK。大きな顎、地面に穴を掘って住んでいます。ありちゃいます。ああ。スパカゲロウという虫の幼虫、名前は何でしょう。アリ地獄。あ、間違えた。待って。今度のパスワードは文字の並べ替えです。うんが白バモウダコス。なんだろう。がんがろう。少しで頑張れだ。もうすこしだがんばろうできました。ルーティーお友達のご到着です。ブルース、こいつは親玉らしいな。派生するよ。出だしむよ。こいつは俺の獲物だ。悪いが貴様の見せ場はない。どっちでもいいから早く上がっていけない。なんなら二人がかりでもいいんだぞ。帽子に行くんだ。俺が怖いのかよ。言わしておけば。敵の扉はすでに解除だった。やっぱり、お前はメインシステムを調べてこい。なんでお前に察知されなきゃなんないんだよ。早く行け。ここはブルースとエンザー君に任せよう。わかったよ。ブルース、死ぬなよ。ネツ君、プラグアウトお願い。はい。じゃあ行きますか。最後にもやっぱこれがあるんだね。さっき侵入してきたナビのせいで床に草が茂ってきました。異属性のウイルスやナビが草むらに立つと。スピが回復します。ゾクソの敵と戦うときは、じゃあ俺回復できるんだ。いいじゃん。今度のパスワードの鍵はしりとりです。なるほどね。ゴリラだっけね。あ、間違えた。あっ、リンゴゴリラ落書きだっけか。あ、合ってんじゃん。はい、ヤーマンに回答入。
投入。いい。うん。五。五。違うの。今手がプルプル震えるの。助けて。オッケー。では、パネルに書かれた文字を読むべし。はい。この3、探すことはできない。運よく生き延びても。3文字目、縦に読むべし。ね、書いてある。その2、やられてしまう。このままでは。え、ますようだ。なんとなくわかった。では、なんだったっけ、パスワード忘れてまいりました。確か、いろはに、おめと、あ、その後、なにの、ちりぬるを、オッケー。赤、黒、足が6本、足が6本、水玉、昆虫、綿棒？あ、テントウムシか。テントウムシと、こっち側に、ああ、頑張らなかったな。バジリコな、渡っちゃった。あ、真ん中ってことね。一級三問題だね、これ。世界の真ん中にいる虫はなんだ？世界の真ん中にいる虫？蚊だ、蚊。世界だから、世界の文字の真ん中にいるのは蚊だ。楽しい。楽しい。これ永遠にやってる俺。私はプログラム2です。私の管理するパスワードはこれです。ん？う、イリス。私はプログラム1ですが、この関連のパスワードこれです。テトオノマンウイルス。テトオノマンウイルス。テトオノマンウイルス。はい。書かれること意味をよく考えてください。それがパスワードの鍵です。あ、なるほどね。ケトウノマ、ウイルス、ケトウ、ケトウ、ウイルス、だから、ケトウ、おぉ！ケトウ、
まあ、すー、オッケー、まだあるんだ。背中にコブがラクダかな、砂漠にいる動物ら。あれ、あ、タコブラクダだ。タコブラクダ、オッケー。タギ、タギョウの次、タギョウ。あ、なるほどね。あきくえこたしつえとだ。あ、私の管理するパスワードはこれです。メスンムシイテイゲソヘ。ん、メスンムシイテイゲソヘ。この前にパスワード、あー、なにこれ、11、21、23、15、20、12、22、24、26、25、24。いや、全くわからん。多分ね、言葉になってると思うんだ。メメソメソイテだよな。メゲンデメイメメダメゲメダメダイメイメデゲメイダダメメイデメイムメイメインシステムへ急げだ。オッケー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 、よくわからんけどできた。急げ、オッケー。そのプログラム、管理しているパスワードを教えていただきましょう。メシムソスインステグコ ABBABBAABAB。 わからん。あ、あー、オッケーオッケー、わかった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 。一体やり直さんといけんわこれ。ということか。メインシステムスグソコだ。オッケーオッケーオッケー。これが最後のスキーです。パスワードはこの中に隠れています。カプランロースペグトニワランギム。さすがカペイクガンカラからんな。カプランロステグトニワランギム。カプラカプランロステグトニワランギム。あ、違うな。
モカメフラグフフラプログラムプログラ、あ、間違えた。あ、でいいんだ。あ、いた。さあ、ようやく。ようやくですよ。お、ここまでたどり着く者がいたとは。そんな、こいつはブルースと戦っているはず。ブルースは分身的な。うん。じゃあ、ブルースと戦っている人はどうも。偽物？やっぱそうなんだ。今頃気づいてもう遅いよ。ブルースさん、ようやく。ネットできたと。シェドーマン対策バトルチップ。アルティメットブラスターだ。かっこいい。このチップ能力を流してシェドーマンを倒すことができるかもしれない。ただし、打てるのは一発だけだ。完全なものを作る時間がなかった。本来ネット。一発打てれば十分さ。フォートロックマンを信用してよ。アルティメットブラスター、スロットイン。6万、チャンスは1回だ。うん。その武器と接触。もし外れたらどうなるか分かっておくんだ。もし外した。アザオコンピューター破壊してしまう。でも今やるしかない。どうだった？どうすりゃいい？はい、ブルースごと撃てってことね。任せろ。早く撃て。ロックマン。ブルース。こんな。撃てないよ。お前に、マジノックのようにしたいよ。はい、そう倒した。だが、無機で倒すのは無理だって。ロックマン。早くしろ。俺の体力はもう持たん。いや、バックアップデータがあるから、テニスでも修復は可能だ。撃つんだ、ロックマン。すぐにバックアップデータを再生するから。おやー、テストです。トータルに乗りやがる。うん。エンザ君、早くブルースをプラグアウトさせて。ブルース。惜しかった。よし、かかってこい。なら、こちらから行く。尋常に勝負。はーい、ラストバトルですね、シェドーマンさん。攻撃が通るね。おお、なるほどね。通告ね。オッケー。本体丸分かりじゃん。やべ。おー、危ねえ。あー、グッとダメージ、えぐい。こうだな。こうだな。オッケー。あ、そうだ、回復できるんだった。優秀。さあ、こうして、出したタック。あー、外した。でももうお前の体力は、尽きた。さらばだ。あれ、間違えた。やっちゃった。やべ。助けて。やばい、待って。前に来いよ。オッケー。もう疲れてるよ。ドリームソード打てなかった。完全に疲れてる。さあ、でも無事倒しました。よっ、拙者が敗れるとは。雅様、無念。まあまあまあ余裕でしたわ。苦しい戦いだったね。大丈夫か、ロックマン。僕よりもブルースが心配だよ。エンさん、ブルースは？偉人、見せてごらん。ブルースはかなりの傷を負っているはずだ。結構です。ブルースは俺が見ます。エンさん！ゲンさん！エンさん、ロクマン、メインシステムは異常ないか？
異常なし。二人ともよくやったぞ。俺たちだけじゃ勝てなかったよ。エンさんとブルース、それとモンシタルのおじさんたち。おじさんたちの並び、みんなの力があったから勝てたんだ。そうだパパ、俺たちのためにオフィシャルのおじさんたちのナビが。大丈夫、パパがバックアップデータを再生しておいたから。パパありがとう。そうだネット、パパ今晩うちに帰れそうだから、久しぶりに一緒に風呂でも入るか。いいよ風呂ぐらい、それで会えれるよ。ネット君、本当は嬉しいくせに照れちゃって。もうまだ小学生だもんね。違うってば、ネットもう11歳だもんな。そううちに帰るか。特番頑張った。了解。ダークユーミン、所詮は傭兵か。戦いに興奮するあまり、使命の達成をしくじるとはな。はっ、しかし、オフィシャルごときがここまでやる。お前の動きとはだいぶ違うようだ。申し訳ありません。二重意見、しっかりね。共にマークは死にためです。平常、我々と様子を、ゴスペルの奥に、共に、はっ、ゴスペルの共に、弁解する者には死を。はっ、しかし、ハルニー様。わかってるとは思うが、ゴスペルから逃げられん。その日までせいぜい怯えて過ごすがいい。お許し。さあ、ナックスが決断されました。脳なしの犬。さんが入室されました。門番は遅くなりました。プロジェクトの進行はどうだ。順調です。誰だろう、こいつ。プロジェクトに必要なデータをゲットできる。今度それを手に入れる絶好のチャンスがあり、自信があるよ。気になるなこいつ。ジャモラは消してごらん、俺とジャモラは消してごらんに入れましょう。相変わらず話が早い。光栄です。20円だ、光だ。この俺に立つとは生意気なやつ。思い知るがよい。ああ、どうしたの。休みもさ、しかないのに半分過ぎちゃったなと思ってさ。いろいろあったもんね。でも宿題は半分どころかほとんど終わってないよね。ねえロックマン、急にそんな声出してもダメ。宿題はやんないよ。あと算数とかロックマンがやったらすぐ終わっちゃうじゃんか。ダメったらダメ、宿題は自分でやるから意味があるんだよ。で、でもさ、確かにそうだよね。ナビが管理してくれるんだったらやる必要ないもんね。ん、ちょっと待って、メールみたい。誰からだろう。わ、すごいや、オフィシャルネットバトラー世界本部からだって。配布してみるね。今回のアジーナ&日本襲撃事件でも分かるように、ネットマフィア、ゴスペルの脅威はますます大きくなった。しかしこの度私たちはゴスペルについての重大な情報を手に入れました。ここで優秀なネットバトラーの皆さんにその情報を連絡し、今後に備えたいと思います。あなたにも私たちの開催するオフィシャルネットバトラー会議にぜひ参加してください。なんか難しそうだな。まだ続きがあるよ。会議はメロッパにあるオフィシャルネットバトラー世界本部で行います。だって飛行機のチケットも一緒についてくるよ。お、いいじゃん。外国？アメロッパか。面白そうだな。行ってるか。楽しみだね。でも、宿題もやろうね。帰ったらな。おーい。お、パパ、カスタムスタイルの説明。カスタムスタイルでは、カスタム画面で、ああ、選択肢がなんと最初から7枚になってますと。そうだね。これでオープンする必要がなくなった。そこを次々につなげて、鮮やかに倒す。これこそがカスタムスタイルだ。そんな組み合わせを探っていけ。Thank you。 さあ、じゃあ一段落ついたんでここで終わります。あー疲れた。今日ぶっ通して7時間ぐらいやってっからな。さすがにもうしんどいわ。7時間、あ、9時、9時44分。あれってことはもうぶっ通しで10時間ぐらいやってんだな。うわぁ、そりゃしんどいわ。じゃあ、一旦、終わりまーす。